東松島市の仮設住宅で2012年に誕生した猿の人形小野くん。カラフルな靴下を使った可愛らしいデザインが人気で、これまでに28万体が国内外に販売されました。しかしピンチです。最大のピンチになっております。コロナ禍で売り上げが2割以下に落ち込んだ上、カラフルな靴下が手に入りにくくなり、仕入れ値も高騰。人形を購入した里親と呼ばれる人たちとの交流を大切にするという本来の考えから、小野くんを値上げするわけにもいかず、経営が厳しさを増しているのです。景気が悪いから結局靴下も地味なのばっかり売ってるんですね。で、明るいのあるなと思うとスニーカーソックスが多いんですよ。それで足首が短くてバランス悪くて作れないんですよ。それでちょっと困ってますね。でも値段は上げられないので、そのまま1000円でやりたいので。こうした中、小野くんは今月10日から仙台で開催される世界防災フォーラムに参加します。マスコットキャラクターとして活動する一方、現在開発している防災アプリの完成を発表するのです。実際に小野くんが AR になってこのマップの中に登場して一緒にスポットを回ったりだとか、ほぼストレスがなくできると思います。というのはこの仕組みは、ここだと何を、この小野くんの防災アプリ、仙台市の企業が開発したものがベースです。アプリにはマップが組み込まれ、災害時の最寄りの避難場所を紹介するほか、 AR 拡張現実機能を使えば、さまざまな場所にオリジナルの小野くんを登場させ、写真を撮影するなど楽しむことができます。 AR で小野くんが出てくる、それも日替わりで出てくるとかですね、時間帯によって変わったのが出てくるとか、お子さんたちの興味をとても引いて、楽しんでですね、防災ということに何ですかね、意識を向けてもらえるんじゃないかなと。雪が降ったこの日、アプリを開発中の一行は平安時代の武将源義経の言い伝えが残る栗原市栗駒を巡りました。行けます。義経公のお墓はここの家になります。小野くんのアプリでは、県内を中心に知られざる観光スポットも紹介します。栗駒は義経が自害したとされる岩手県平泉から直線で30キロ足らず。半岩森という小さな山には、義経の胴体を祀るという胴塚があります。鎌倉幕府から見れば当時罪人です。おそらくね、ひっそりと香を手向けただろうと思います。知名度の低い観光スポットをアプリに盛り込み、観光客の誘致につなげたい。小野くんの地域貢献は新しいステージを迎えます。今まで日の目を浴びていなかったそういうスポットを広く皆さんにこう知らしめるいい機会なのかな。やっぱコロナのじっと我慢っていう日がずっと続いていましたので、この新しい取り組みということでいろんな人にまた動いてもらって、東北に遊びに来てもらったりとかいう形でいろんなつながりができたらいいなと思ってました。猿の人形小野くんが登場する防災アプリは今月お披露目されます。小野くんと源義経の関わりですが、はい、小野くんを購入した里親さんから守る会のメンバーを紹介され、うん、関わりを持つようになったということです。はい、こちらの小野くんなんですが、はい、航空自衛隊松島基地のブルーインパルスとコラボレーションしたもので、
分かりますかね、背中がこうブルーインパルスの機体をイメージしているんですね。確かに機体に見えますね、はい、このようにさまざまなコラボもしているということで、義経とコラボした小野くんも発売し、地域貢献に力を入れていくということです、はい、楽しみです、はい。